あのですね、はい、バサイガタルです。タコギです。はい、あの僕6月10日に 10周年迎えまして。はい、僕もそうです。ですよね。はい、7月30日来月の末にあの人生20周年迎えるんですよ。20歳か。20歳だ。でなんかちょうど10周年20周年って節目なんで、はい、この2ヶ月の間に同期の人、はい、同い年の人、はい、あとちょっとお世話になった人とかとみんなで動画撮ろうかなと思ってて、はい、第1弾なんですよ。おー嬉しいな。特に僕も今回みんなと話すこと決まってなくて、うん、ちょっと10年だねとか20歳だねみたいな会話をしたいなっていうだけなんですけど。20歳か。でも、まあ、10年なんですよ僕ら。いやすごくない？半分よ。そう、20歳で10年って。そうだね、僕的にはそう。だって渡るに関してはもうだって半分以上、まあ、半分以上だからね。今19で大人の世界にいてね。いやそっか。いやなんか自分たちでもびっくりするよね。いや本当になんか、うんね、やっぱねちっちゃい頃の期間って思ったより実は長くないじゃん。そう、ね、けどそれがすっごい長い。長かったからね。濃かった本当に。確かに感じるものは多かったかもしれない。 そこで得たことがさ結局今に繋がってるわけじゃん。うん、間違いない。だからなんかちっちゃい頃のってね本当印象も強いしね、ファンの人は、うん、やっぱ俺らそうだ、2人はね、特にね入所したての時はどっち身長大きかったか覚えてないんだけど、うん、僕が大きかった時期もあって、あった追い越し追い越しで今ここで固まったんですよ。そうね。どうしちゃったの？いやなんかどっか一時期身長順に並んでくださいだったら渡るの方が前にいた時期あったよ、ね、一番前だったからね、140センチとかね。どっかでその時期あったよ。あったあった、全然あった、ね、何があったの？成長しちゃったんですよね。あ、ランウェイ歩いて。確かに想像できなくない？普通に考え、そう俺、そう昨日そう考えてたのそれ。ああなんかあのちっちゃかったわけじゃん俺は、うん。なんかあんなちっちゃかった子がランウェイ歩くなんてマジで想像できない。なんかラウールとかってさ元々さ年の割にはでかかったわけよ。はいはいはい、びっくりしたもんね。そうだからなんかまあまだ、うん、ね。けどね。いや本当よ。ね、正直意外よ。ここまで伸びたからあんま意外じゃないけど、ね、あの頃から考えたらびっくりですよ。ほんとそうだよね。まあね、一番長いから僕ら一緒にいる時間が、うん、ずっと新名だし ね、まあ、バトルが一番目だろうなということでバトルがトップバッターになったら、ありがとう本当に、はい、ここから僕はいろんな人と動画を取り回っていきたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。というわけで10周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ということでした。バイバイ。バイバ